わざわざご視聴ありがとうございます。うまくもないけど、下手でもないハム太郎でございます。ハイビスカス重心かかり、おめでとうございます。超ワープ、友情コンボかけにアンチブロック、バリア不要、飛行転送、闇属性キラー。で、SS はいつものやつ。で、超絶トライパルスと超絶気弾。この強い友情がキラーが乗っかって友情コンボかけ2で出るというわけで、さっきアドブでやってきたんだけど、まあ、強かったんだよね。普通に強かった。普通に強かったんだけど、あ、ここが変わったなーっていうのがあんまなかったのよ。だから、いけるようになったクエ、2回50やっていこうと思います。ここはね、直殴りが優遇されてるんだけれども、超絶気弾だったら、おー、でも半分とまではいかんけど、結構持ってってんじゃないの？やっていきましょう。この分だったらゲージ切って、友情で、あ、いけちゃうね。あー、まあ、倒しきらなかったけど、まあまあ、しゃなしや。あ、ちなみにね、ワクワクの実は熱き遊撃で固定してあります。固定っていうか使って、つけてあります。ご了承ください。よいしょ、友情コンボ。オーケー。あー、上散った。まあいいや。じゃあ、いい感じでステージ突破できたんで、捨てに。そう、ここのためにベビーアクセルできました。ワンちゃんいけるか？爆発絡めて友情ドン。ほいほいほい。お！なんかこれは、いいんじゃないか？トライブパルスがいい仕事めちゃめちゃしてる。あ、多分これ抜けれるわ。だってこいつに気弾が飛んで、こいつは気弾で処理できる。あとはもうトライパルスイで、パルスイしちゃうから。お、マジか。あ、それは強いわ。うん。正直ね、トライブパルスと超絶機弾って近くの敵にしか飛ばないから、友情コンボの使い方で言うと微妙なのよ。なんだけど、やっぱ瞬間火力は大したもんだね。で、この殴り。そう、忘れちゃいけない。この子ね、実はちゃっかり殴れるんですよね。まあ、それは前からだったんだけど、やっぱね、キラー持ちはね、弱いわけがないんだよね。これはベビア回復したいな。ベビア回復してあげたいんだけど、いけるか？ポンってして。あー、触っちゃダメだ。ミスった。普通にミスった。チクショウ！4P で回復しがてら抜けていきましょう。はい。でも、プに倒せるんだったら別にあれだな。いらんかったな。ベビアク。うん。まあまあまあ、使っていこう。はい、じゃあ、そしたら捨て4でございます。ただね、未開の大地ももうあと終わっちゃうんだけどね、この、一番早い人だと多分あと2ヶ月ぐらい。この50もなくなってしまうんで、まあ、いや、別に違うか。そうだね。これ見たから別に、ああ、50でハイブリスが使えんじゃん。次を使ってみようって人は多分いないと思う。あくまで、いけるよって程度だから。めちゃめちゃ強いとは口が裂けても言えんぐらい。薄盾感でぶん殴っていく。コンコンコン。おお、殴りやるね。38,000。今ね、同撃三種乗っかって38,000。プラスのキラーだから 1.5 倍かかって。杖。うん。杖、いい感じに杖。あー、友情が発動しないじゃないか、これは。どうする？横感しとく？横感で倒して。あー、味方がばらけてんのよくないな。そうだ、やれることをやっていきたいから、これ横感でいくか。こうすれば、とりあえずトライブパルスはほぼほぼボスか、ザコに飛ぶし。ベビーアークで、この動き出しのやつは切って倒して、こいつは多分友情倒せるべ。で、上は多分4P の友情倒せるでしょ。で、2P の友情倒せるでしょ。来た！友情ピタゴラスイッチ。おー、スイッチしてる。いいね。こういうの好きだわ。あ、4P、お亡くなり。回復してあげて。いける。よし。おー、いいね、いいね。ダメージもいい感じに入ってる、いい感じに入ってる。で、ラストはボス上だから上まとめていこうか。すごいじゃん。ピタゴラスイッチまで決めてくれるのはちょっと気分いいわ。また4P か。薄いなぁ。いけた？あ、触れたね。まあ、回復しちゃったのは、たまに傷。SS も撃ってっか？どうしようかな。別に回復したい子もいないし、これ友情でいいや。いや、どうせ回ってこねえだろ。2段階目。あ、これ1段階目ね。2段階目は回ってこないという意味合いです。よいしょよいしょ、おお。味方下げんといてほしいんよ。いや、味方下げんといてほしいんよ。ああ。速攻攻略はできなくなったけど、まあ、丁寧にやっていこうじゃ。まあ、なんかね、このクエストでボス特攻したイメージが多いけど、ちゃんと下に雑魚いるもんね。
あ、これ、気団の餌食じゃね？プリシーパーしとく？何時？何時プリシーパー？なりきり！溶けるしと。あ、余裕で溶けるわ。だよね。素晴らしい。さあ、そしたらあとはもう、殴りが強いとこ見せてく？直接入る。殴れる砲撃型。最後ずれたな。あ、ずれてよかった。おー、まあ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 、いいんじゃないの？で、3ピンも似たような角度で引っ張ってあげれば、それで終わり。いいじゃん。ご視聴ありがとうございました。ハムタワーでございます。まあ、ピタゴラスイッチもできたし、いい感じでした。ちょっと角度きついかな。そうだ、ちゃんとやろう。油断大敵がボーボー。関係ないぜ。あー、はまんなかったけど、まあいいや。ご視聴ありがとうございました。ハムタワーでございます。まあ、ハイビスカス、そうだね。一発、なんだろうね。めちゃめちゃ硬い雑魚で、本来パワーウォール必要なところとかでまた生きてくれたりしないかなと思っております。じゃ、バイバイ。